こんばんは。本日もやっていこうと思います。僕の昨日の動画に引き続き、3人連続で多分ガルーラ入ってると思うんですけど、これなんか相手のパーティーにたまたま3人連続でガルーラが入ってたってわけじゃなくて、ガルーラを使ってる人を僕は集中的に動画撮って、晒し上げようとしてるだけです。まあ、ガルーラ使ってる人は、全員犯罪者なんで、ここら辺で叩きのめしていきます。で、多分、ガルーラとゲンがこれ2メガなんですけど、多分、ルカリオ入りにはガル、いやでも来るかな、クレスで止めれるって考えて。割と徳島で交流すると、ルカリオにガルクレスって投げづらいと思うんだけど、まあ、リザから入りますって、リザから入って、多分僕、ゲンガープラス、クレセリアプラス、まあ、ガブリアスとかじゃないかなと思ってるんだけど、まあ、こっかな、はい。対戦よろしくお願いいたします。リザ、ゲンガ、ゲンガ、ゲンガ、初手ゲンガ、初手ゲンガ。おっし。とりあえず、ここまでは、当たりましたね。ゲンガー、で、僕、リザードンね、めちゃくちゃ好きなポケモンで、例えば僕の世代とかでさ、ちょっと待って、これどっちが目、これって目が押してるよな。目が押してるよな、これで。僕の世代とかはさ、ガブかな？あ、はいはいはい。めちゃくちゃ、なんだろう、サトシのエースポケモンってリザードンだったじゃないですか。そういう意味でもめちゃくちゃ思い入れがあるし、僕ポケットモンスター XY オメガルビアルサファイアでメガルカリオの次に使ったメガポケモンあげろって言われた、多分リザードンなんですよね。多分というか、まあ、ほぼほぼ間違いなく、だからめちゃくちゃ思い入れのあるポケモンなんですけど、これこだわりスカーフだった場合、リザードンそのまま殺されるんですけど、ニトロチャージ打っただけで終わりになるんですけど、まあ裏パルシェンいるんで、まあ、多分いけると思います。ここは激鱗かなぁ。はい。お、通ったおらっ、いや、マジでかっこいい。で、これゲンガー出せないでしょ？ニトロチャージ一回積んだから。クレセじゃないのかな、僕、それで割と決め打ちしてたんだけどな。ガブ出しちゃうと、こっちのパルシン、あ、だよな、クレセだよな。パル止める駒がいなくなるから。まあ、これはリザは、まあ、研磨あるんで、クレセも崩そうと思えば崩せるんですけど、ここ激鱗固定だから、まあ、ここはシャアなしということで。まあ、でも結構いいダメージ叩きやせんじゃん。最近ね、これ次月の光ですね。あー、月の光だよなー。あれ？殴ってきた？月の光ないのかな。え、だったらこれ、いや、勝ちではない、いや、いや、勝ちか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 。え、ここパルで。全然仕事と業としてはリザードも十分すぎるぐらいにクレス削ってくれたんで、これ絶対エスカってるし、つららで多分クレス落とせる圏内だから。で、クレス処理して、で、僕が負け筋あるとすれば、僕のレイジューボルトロスが相手のゲンガーより遅いんで、こっちこだわりスカーフ持ちとかでもないし、で、突撃直帰とかってもないんですよ、レボルトが。だから、ヘドバケがちょっと当たりどころが悪かったら、負けるかもしんない。ここはつぶてで。ベロベロバー。パルってこれ、助けじゃないんですよね、こいつ。トレンドの。ゲンガーのヘドバケとかシャドーボーイぐらいだったら耐えたかな。でも耐久振ってない、さすがに死んでたよな。耐えるんだったらこう、つららだったなーってなるんだけど、ま、さすがに死ぬか。ドロロロロロン、ちょっと当たりどころ、悪くて死ぬとかいう、展開やめてね。いや、マジで。当たりどころ悪くてさ、それだけがさ、僕の願いです。当たりどころ、当たりどころ悪かったけど、知らなかった。まあ、さすがに、これは、メガゲンガーといえど、一撃で吹き飛ばせます。はっ！対戦ありがとうございました。ちょっと待って、普通にガルーラ多くね？これさっきの、これ、なんか、僕がとりあえず、一番最初にガルーラとマッチングするまで収録開始するのをやめようと思って、まあ、さっきの、あれなんだっけ、僕は潜り始めてから3人目にガルーラ引いたんですけど、前2戦は対戦はしないけど、収録はしないって感じなんだけど、普通に連続でまたガルーラ引いちゃった。ガルバシャ、ランドジマコ。あ、でもこれなんかあれだな。下に、割とまだ、ポケモン三文要素が残ってる。
どうしようかな。だいたいランドロスから出されるんですよね。だいたい、ほぼ間違いなく。いやでも、海竜からでいい気がするな。相手がガルーラから入ってこないんだったら、まあ、多分海竜からでいいはず。でも、ガルーラから入ってくるとき、海竜から入ると、あんまり美味しくない。あー、どうしよう。レヒレ来ますかね。リザードン、まあ、リザー Y で、ソラビあったり、リザ X で雷パンチあったりしたらレヒレ突破できるんだけど、まあ残念ながら今回は、そういう感じじゃないんで、海流レボルト、なんかだな。ルカリオかな。うん、ルカリオやな。はい。対戦よろしくお願いします。ランドロス、で、裏パルノケアが絶対いるから、ジバコかレヒレまでは確定で、多分ここトンボ帰りじゃないかな。あ、どっちだろう。いや、このパーティーのランドロスだったらゴツゴツメットの可能性もあんのか。直近はジバコイルの方が持ってそうなんですよね。多分こいつ多分こだわりスカーフかゴツゴツメット持ちじゃないかなって思うんだけど、でも激流ってなレヒレとか出てきたらめんどくさいんで、ここ新速でまずランドロスを削って、なんか持ち物とか型をある程度判別しようと思います。なんだこれ、ここのストーンエッジって、僕、あれなんですよね。こだわりスカーフのイメージが強いんですよ。ここどうしようかな。交代は割とありだけど、ルカリオバックはまあ割とあり。だけど読まれる可能性もあるから、ここ普通にもっぱつ新速で突っ張ります。ひょい耐えないかな。耐えた。新速連打で。これ多分ランド飛ばせるでしょ。いやー、新速帰りやっぱ強いっすわ。僕ね、ポケモンの技の中で新速って技が一番好きなんですよ。何の技が一番好きですかって聞かれたら、絶対僕は速投で新速って言うんですけど、それぐらい新速って技が好きで、海竜も好きやし、ルカリオも新速覚えるじゃないですか。だからめっちゃ好きなポケモンなんですけど、レヒレ。僕基本的にあれなんですよね。先制技が好きなんだけど、レヒレか。あ、ここ海竜切りで、海竜切りでいいよな。いや、馬車考えるんだったらまだ海竜残しておいたけど、いや、多分ここ、レヒレって多分、水 Z とか持ってる可能性ありますけど、ここ水 Z 確実に飛ばしてこないと思うんですよ。この HP の海竜に対して水 Z 消費するのはさすがにもったいないと思うんだよな。メイソー殺す。これ飛ばせるかな。昨日、水君は飛ばせることを知ったけど、カブレヒレって多分、特殊耐久の指数、水君より高いですよね。まあ、飛ばせるかは、まあ怪しいけど、頑張ってもらうか。まあ別に落とせなくても、海流の神速圏内とかまで入れてくれたら、それはそれでよしだけど。よっ、これがボルドロスのパワー。ジバゴだったら勝ちですね。ルカリオ残してるし。はぁーはぁー、対戦ありがとうございました。ペリーさん、対戦よろしくお願いします。とね、負け試合をね、撮りたいんですよね。まあ、多分僕の動画見返してもらえばわかると思うんですけど、直近の動画多分7、8戦全部勝ち試合しかやってなくて、まあ、そんなに勝ってるのかって言われたらそういうわけじゃなくて、負けた試合カットしてるのも多くて、まあ、勝った試合でもカットしてるやつ結構あるんですけど、なんか負けた試合ってさ、負けるとき一方的に負けるから、なんか、普通に、これ乗っけていいのかみたいな、そういう、ね、悩みに、直面してしまうわけなんですよ。これ投稿していいのかこれみたいな。そうね。まあ難しいっすよね。とりあえず、カバルドンから来ると思うんで、多分カバから来ると思うんだよね。パルシェンから入って、パルールから入って、パルから入って、パルから入って、パルリザー、ミミッキュとかでいっか。カバルドン、オッケー。まあ、ちなみにさっきの、多分1個前の動画の試合から多分5000ぐらいカットしてます。で、負ける動画をどうしても撮りたくて、冒頭にずっとこれを言い続けてたんですけど、普通に全部勝っちゃったんで、5000はちょっと持ったな。5000は嘘。3000ぐらい。
カバーオッケーで、ここ多分ね、パルニ大使やカバルドンって吠えるかあくびからしか入れないんですよ。で、ここは僕カラヤブをするっていう選択する可能性もあるから、なんか相手的には多分、まあ、ギルガルドいたらギルガルドリターンの可能性あるけど、言うて、よっしーオッケー、はい、よし、カバルドンに仕事させずにカバルドン撃破。ギルガルドもいないっぽいな。裏なんだろう、あのなんだっけ、電磁木とかがいるとまあちょっとめんどくさくなるんですかね。ガルドンいいんじゃん。まあでもあの HP のカバルドン取っといても意味ないっていう判断だったのかな。剣舞、いや剣舞されてもミミックいるから全然ストップになる。ここもパルで突っ込みます、そのまま。ヒルミーベイベー、うわ、あ、まあまあ、まあ、剣舞されても大丈夫っていうのが僕のあれだから、まだ大丈夫、まだ焦るような時間じゃないですね。いや剣舞だったら速攻リザバックだったなーって。パルまだあれだしな、使い道あるしな。砂あと何ターンだ。ヒルメよし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 、いいぞこれ、非常にいい。一回ひるんどこ。あー、ひるまないか。まあしゃーなしかな。あ、いえ耐えないか。てか一枚ぐらいだったら、まあ無理か。砂やむ、ここ結構難しいっすよね。あー、いやリザやな、リザ出す。ミミッキュタスキ残ってるんで、多分タスキミミッキュラスト残しとけば大体勝てると思うけど。で、ここ接触は確かにいいんやろな、ギルガルドに打てるのが。どちらで、多分剣舞ガルドでしょ。だから剣舞ガルド、まあ、まずここタクがまず一つ目が発生するんですよ。キングシールドを持ってるか持ってないかってタクで、次持ってた場合に打ってくるか打ってない来ないかってタクが発生するんですけど、僕剣舞ガルドは禁止切ってるイメージが結構強いんで、ここ普通にどちら、あー禁止あるんかよー、あるんかーまあしゃあないっすね。こういう時地震とかあったらなと思うんですけど、まあ仕方ない。禁止ヘッド、まあ、フレドラやな、ここ影打ちだと思うけど、引っ込めたギャラ、あー、まあ結構めんどくさくなってきたなこれはこれはめんどくさく、これキングシールドコインでマイナス3でしょ。いや普通にだるいな、ここ激輪、いや激輪打ってラストミミッキュでも詰めてこう。おらっ、リュウマイ、多分ここメガしなかったのは僕のミミッキュ考えてでしょうね。ここでメガ進化しちゃうと悪タイプになるんで、ミミッキュに抜群疲れるようになるかなってのも含めて多分メガしなかったんだと思うけど、ここでメガってくる。滝登りだったら1枚でも耐えると思います。まあ地震だったら無理かな。ただあとはまあ、こっから結構だるいのが、滝登りをもらってミミッキュがひるまずにギャラドスに攻撃を通せる確率がまず 72%。 ぜひともここはなんで頑張ってもらえて、ちょマジで頼むよ。うん、僕ミミッキュのことはマジだいぶ、あ、氷の牙、オッケー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 、氷の牙だったらまあだいぶ安心。終わった。くそ対戦ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。次の動画は右、前の動画は左から飛べます。チャンネル登録は真ん中の緑色のアイコンからできます。名前はバーという僕のオリジナルキャラクターなので、ぜひ覚えて帰ってください。その他の動画は説明文にまとめてあるので、興味があればよろしくお願いいたします。それでは。